ックリンロースティングカンパニー。コーヒー。いいね。ブルックリンブリッジ到着。嬉しいね、めっちゃ。人も開門12分いるので、パソコン開いて仕事してる人が多い。あっさり感じて、あとコーヒー、お、なんか準備のコーヒーと全然違う。なんかね、酸味があるけどすごいスッキリしてる。で、さっき言ったコーヒーが見たい。はい、以上、ブルックリンロースティングカンパニーでした。ということで、ダンボ地区かなり楽しいんだと思うんで、次、ブルックリンブリッジ戻って、橋を歩いて渡って、ニューヨーク、ウォールストリートの方行ってみたいと思います。ブルックリンブリッジ歩いて渡るんですけど、途中にね、メリーゴーランドあるんで、さっき営業してなかったんで見ていきたいと思います。うわ、すごい人やね、これ。並んでるやん。来ましたー。すごい並んでるよ。回り出すんだろうか。回ってる回ってる、すごい。ゆっくりとゆっくりと回り出しましたよ。地味だな。この信号を渡るの初めてかも。青？青かこれ。僕ら青？青？青やな。うわぁ、点滅した。青、これでようやく渡れるんちゃう？すごい人が多いよ。見てください、この左右、両隣は車してる。日本の人がだと、車の両サイドをそれぞれ歩くことを作ってると思うんですけど、ここは作ってるんですね。お、すごいベンチもあるんだ。しかも木造床、これは知らなかった。左側っぽいかな。仕事ブルックリンブリッジを渡ってます。お、景観もおるね。さすが、いいバッチリ。ここが映えスポットなんですかね。写真を撮る、多分人が多いところに行けばね、このずっといいと思うんですけど、この辺か、この辺でしょうかね。ここで一発撮っとくか。また奥に奥に潜んでいきます。すごい人増えてきたよ。ここ映えスポットでしょう。この橋を渡ったらプラザホテルに行って、チェックイン前なんですけど、荷物預けれるかどうか確認して、ハムソンとも行く予定。
アメリカの国旗の中央に掲げられている。見えますか？アメリカ、こんにちは。ということで、ブルックリンブリッジ、車はすごい壮大、広い。めちゃめちゃ怖くないですか？毎分かけるわ。ブルックリンブリッジ到着。はい、嬉しいね、めっちゃ。3つ発表したいと思います。ブルックリンブリッジでメニューで闇盛りっていうホルモンがたくさん入ってるメニューがあるんで、それも食べてみてください。